田澤すぐに縦にボールを入れます。流れば面白い。山内後ろから山根中に入る。山根のシュート決まった。先制点はセレッソ大阪。先制点は山根とはまずはセレッソ大阪がゲームを動かしました。大阪ダービー再三チャンスを作っていたセレッソ大阪がまずは先制点を奪いました。ちょっとボール流れました。しかしその流れたボール山根が中に入って最後は足を振りました。ポストに当たってゴールが決まりました。山根とは今季3点目。いいシュートを決めました。